本日の鉄道ニュースは前原駅にでできるはずだった原原貨物のののことのお話ですすその記事を紹介します前原駅にある大きな敷地があるんですがそこに貨物ターミナルができるはずだったんですが中止になりました前原駅の前になる看板はどうなるんでしょうか今回はその記事を紹介します前原貨物ターミナル駅は同社が前原駅南側に計画していた貨物ターミナル駅滋賀県内初の鉄道貨物の拠点として建設が計画され 2002年度に事業化が決定していた当初予定では2010年の供用開始を予定しており新規潜在需要や周辺待機からの移転により年間約40万トンの貨物取り扱いを見込んでいた JR 貨物では採算性の確保が難しいことを主な理由としかつ昨今の情勢で事業収支の見込みが極めて厳しいことから今回事業を中止する結論に至ったという同日滋賀国道事務所でも 同駅へのアクセス道路の整備中止を発表している、廃、はい、中市です。あの空き地はどうなるか今後が楽しみです。本日は以上です。動画を見ていただきありがとうございます。本日はありがとうございます。